この言葉とかでもさ、癖あるじゃん。そう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 。うん、わかる。そう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 。ああ、そうそうそう。とかさ。で、こまちくんとかは、いやー、なってくる。かかかんてんてなーとかって、ふぃーとか言うね。はっしゃ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 って、こまちくんね。かか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 かあーそうとか言うね、こまちくんね。そう、あーそうとか言うね。合間に。みんな気づいてない、こまちくん。そう、あーそうって言うね。うーんとか、そうとかね。あーとかね。うん。うんが多い人もまあ多いんじゃないかな、配信してる。おんは闇でしょ、おん。おーんってね。な、こまえくんもおーんだよね。おーん、うーんとか、あーとか、あいづち、うーんとか、あーとか、あれ嫌なんだよ、私。聞いてないみたいじゃん、人の話、おーんとか、あーとか、なんか、適当に流してるみたいな感じの印象でしょ？うん、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 とかさ、はいじゃないんだよ。普通だったら、はい、はい、はいって人の話は聞くじゃん。それは、うん、あー、うん、ふう、ふう、はぁ、うん、ああ、うん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 、とか言う人いるじゃん。だそういう人は、はいって言った方がいいね。はい、はい、はい、はいって。だから私、昔、父親に言われたもんね。相槌はちゃんと、はいと言えと。はい、はいって。人の話を聞いてないように聞こえるから、ちゃんとね。はい。はい、わかりました。はいって言うのよ。いや、都するね。はいじゃないよ、こうね。はいじゃないの。私もよく人の話聞いてないって言われる。だって聞いてないもん。うん、ぶっちゃけ聞いてない。聞いてないっしょって言われるけど、ぶっちゃけ聞いてない。それを聞いてないっしょも聞いてないかも。うん。でも私、病気なんだよね。あのね、人と話してると次話すことが分かっちゃうのよ。だから頭の中で二重に聞こえちゃうんだよね。だから聞こえないふりを、聞こえないようにしないと、はうっちゃうの。で、例えば、今日どこを食べに行きたい？ご飯どっか食べたいとかあるって言ってさ、焼肉って言うね。焼肉って私が先に頭の中で思いつくの。それであっちが焼肉って言うね。焼肉、焼肉になっちゃうんだよね。そう、だから疲れちゃうの。先に分かっちゃうんだよな、その言うことが。いや、これ多分ね、同じ人いると思うよ。いない？分かる人絶対にいると思う。なんか長い話とか聞いてるとすごいね、はうっちゃうの。自分の頭の中の声と、相手の声がはうっちゃってぐちゃぐちゃになって、結局話が聞こえなくなっちゃうみたいな。私のおじさんそんな感じ？そう、疲れんのよ、すごい。HSP って何？いや、統合出張じゃね、妄想じゃない。だって言う前に言うことが分かるってことね。統合出張中、妄想とかじゃね、ちゃんと言うことを先に、もうほんと 0. 何秒だよ。0.何秒で分かる、頭の中で聞こえちゃうみたいな。人と疲れる、すごい。だから、人混みんとこ行くと、すごい、めっちゃ疲れた顔するしよ。人混みんとこ行かないじゃん。それはなぜかっていうと、人がさ、悪口言ってんのとか聞こえちゃうのよ。何あの気持ち悪い人とか、喋ってないんだよ。喋ってないのに、なんていうのかな。じゃ、超能力的な感じないんだけど、そう、心の声が聞こえすぎちゃうの。思ってることとかさ。うん。じゃあ妄想じゃないんだっていうの言ってるの。だって頭の中で聞こえんだから実際。妄想じゃないし頭の中で聞こえてんのちゃんと。で、統合出張症っていうのは違うよね。私違うよね。違くない？普通になって普通の人じゃんだってさ。うん。ケンジの声は聞こえなかった。それ360万取られたんだけど、聞こえてればよかったね。
で、ぶっちゃけうすうす聞こえてたけどね。私はごまかしてただけ。気づいてたけど。だって最初に電話した時にね、30万貸してくれって言われたんだから、あってもないのに。バカでも気づくよね。うん。この人やばいんじゃないのみたいな。でもね、ケンジ君は、もうこの7月に執行猶予解けんのよ、ついに。で、私たちね、連絡ね、全然取ってないんだよ。あれ、ケンジ君の名前何？あ、あれだ。あ、アイコン変わってる。でもさ、アイコン変わってるけど、その LINE のさ、LINE の絵がこれんな、あ、ダメだ、見せちゃダメかな、これ。私たちと一緒に行った時の写真だね、これね。夫婦岩って言ってさ、一緒にデートで行ったんだよね、これ。夫婦の岩があって、こうさ、こうロープで結ばれてんのよね。こっちが多分男なんだけど、こっちは女で。ここに行くと縁結びみたいになるんだよ。ここに行ったんだけどね、私たち。だから最後に3月26日だね。連絡が来たの。3月26日から連絡取ってない。で、今月に執行猶予がね、解けるんだよ。何事もなければね。でも、連絡が来ないってことは何事もないってことだよね。そうじゃない？連絡がないは何とかの知らせって言うじゃん。言うでしょ？そういう、家族とかでもそうじゃ、連絡なかったら元気な証拠みたいなさ。うん。だから無事に執行猶予解けたんじゃないかな、ケンジ君は。まあおめでとうということね。それがね、やっぱりね、ネックになっててね、ヤクザにも脅されてたんだよ。それを出しに使われてたわけよ、彼はね。ヤクザに、その犯罪歴があるからさ、お前ぶち込むぞってさ、余罪みたいの言われて脅されてね。それで、ね、ヤクザが絡んじゃってるかな、お金を払わなきゃいけないと、仲介料でって。それどん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 さ、自滅っていうか、泥沼にはまっちゃってみたいな、脅されてってさ。まあ、そのお金は全部私だったんだけど、その払ったお金をね。うん。いや、それは本当の話よ。だから私が貸したお金は全部、だから反社に流れてたわけよ。そのヤクザ屋さんね、三重県の。で、ケンジ君が別に使ったわけじゃないんだよ。うん。いや、作り話じゃなくて新聞にも載ってるよ、ちゃんと。ケンジ君新聞に載ってるから。うん。いや、もともとは、だから、前も話したじゃん。その詐欺の事件で捕まってんだよね。で、執行猶予はついてんだけど、その件以外にも余罪があってね、その被害者側がヤクザを仲介で絡めちゃったのよ。お金をやっぱ取りたいから、お金取られたからさ、取り返したいっつって。それヤクザが脅してきて、その、なんだ、慰謝料じゃないけどさ、ね。その、だから執行猶予中に捕まることになっちゃうじゃん、そういうのが出るとさ。そういうのを脅しに使われてたわけよ。言うぞみたいな、警察に言うぞみたいな、言ってなかったけどみたいな、だったら金持ってこいよみたいなさ。うん、だからケンジ君も被害者ではあったんだけどね、今思うとさ。うん、だから私もそれをね、知ってたからかわいそうだなと思ってちょこちょこ貸してたら360万になっちゃったんだよな。やっぱ好きな人だし捕まってほしくなかったからさ、ね、更生してほしかったかな。なんか貸せるとこまではと思ったんだけど、360万までいっちゃったから無理になったんだよ。うん。
でも豚箱には入りたくないって言ってたからね。お弁当持ちでもさ。でもいいんじゃないの、構成できてね、また、あのね、執行猶予解けて自由のみんなってさ、もう脅されないんだからさ、ぶっちゃけね。執行猶予解けちゃったらね、何事もなく。まあ良かったんじゃないのって感じ、私は。まあ一人の人間を救ったってことよ。無事解けてたらね。一人の人間を助けたってことよ。被害者の方にはだからお金が行ってるよ。私が貸したお金。私が貸したお金で、だからその弁償をしたわけよね。私借金をして。まあ、ヤクザにも流れたけどね。その何割かもさ。証拠全部送ってもらって持ってるよ、私。持ってるよ。その貸したあっちのヤクザとの借用書も持ってるし、私。ヤクザ屋さんとのね、そのやりとりの借用書とかもあるよ。全部。身分証明書とかもさ。再婚した？なんで？でも関係ないもんだって、私は別れてんだから。別に再婚しようがなんだろうが。まあ、とりあえず執行猶予と解けたのはおめでとうって感じ。それで終わりじゃない？完全に。私たちの縁はさ。そうよ。付き合ってないって言うけど、TJ さんの枠でちゃんと私たちは付き合ってるって言ったじゃん。彼は。ねえ。あの、なんだっけ？名古屋グループみたいなのがさ、追い込みかけに行った時に、お前本当にモンジョイと付き合ってんのって TJ さんが言った時に、ねえ、ケンジ君は、いや、ちゃんと付き合ってますって。付き合ってましたって言ってたよね。言ってたよ。それどういうことなのみたいに詰められてたけどさ。だって普通にデートしてたもんだって。お金はなかったけど。ほんとに。360、だからお金はもうどうでもいいって言ってんじゃん。またこれ再熱してんの。もうくれてやるって感じ、360。お勉強ないよ、そんなんさ。もう二度と貸さないんだから、人にも。そんな、ね、大金。みんなだってあるしょ、そういう失敗はさ。まあ私は失敗だと思ってないからね、お勉強代だと思ってるよ。なぜかっていうと、だから、ケンジ君がメンシップを進めてくれたからね。それ以上の収入を私得てるからいいかな、みたいな。360万あげても、みたいな。まあリスナーさんのお金だけど、それ以上に私今稼いでるんだよね、彼のおかげで。逆にありがとうって感じ。だって彼がメンシップを進めなかったら私は考え変わってなかったもんね。リスナーさんに負担かけるからメンシップはやりたくないってずっと言ってたのよ。ただ彼は、奈々ちゃんだったらね、メンシップ入ってくれる人いるかなって、稼げるよっつって始めたのよ。みたいな。4月ぐらいかな。もう2年経ってんのかな、それかな。1年？結果オーライだよね。じゃあ、あなたたちもさ、どんだけの恋愛してんのよ。え？幸せなのかい？満足してんの？その、世の中に満足してる人がこんな枠を見てんのかい？見てんの？幸せな人が見てんのかい？ここで。胸を張ってし、今幸せだって言える？ん？胸に手を置いて聞いてごらん、自分のこと。幸せだって言える？そこそこ幸せだぞ。ひどいね。人んちのさ、
ね、敷地に土足で入ってきてガチャ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 ね、泥棒のように漁ってさ、出てくんだもん、あなたたちも。それを遠くから見てるだけでしょ？で、ケンジ君は良かったんじゃないの？だから4月っていうのを覚えてたんだよね。4月に溶けるって言ってたから。ポットさん、昨日か一昨日ぐらいに私思い出したんだよな。そういえば執行猶予溶けんなって今月みたいな。覚えてて、頭の片隅？それまではケンジ君の話とかあんましなかったじゃん。もうほとんど忘れてる状態よね。そうなんだよ。ナナちゃんも今幸せ。こんなにたくさんに見られてお話聞いてくれるんだから幸せだよね、私ね。結構幸せだと思うよ。私のお話をこんなに聞いてくれるんだからね、朝方に。あんまりないことよね。そうじゃない？グレーのライブだって歌声こんなに聞いてくんないですよ。グレーのライブぐらいじゃない？ね。毎日武道館のライブやってるようなもんじゃん。幸せそうに見えない。何が幸せの価値観なんて人それぞれなんだかな。今悲しいおじさんのね、なんたらって書いてあったけど、私が思う幸せってね、そうね、家族が元気で、自分も元気で、お家もあって、毎日食えればいいかな、みたいな。ある程度の収入があって、みたいな。それなんか変わらない日常が一番いいんじゃないの？病気にもならずに、事故にも遭わずに、みたいな。別に億万長者になりたいとかさ、そんな夢であってね。幸せではないのかなって思うけど。夢とか目標はありますけどね。そうだよ。そう、平凡だから、金前さんとか見てるとそう思わない？やっぱり一番は体が丈夫なことよ。健康であることが一番の幸せだと私は思うけどな。病気にもならずに、ねえ、自分の足でちゃんと立てるみたいな、毎日ね、ご飯も食べれる、寝れるとかさ。そうだよね。だって健康ってお金で買えないじゃん。まあ、治療はできますけどさ、高額医療とかね。病気しちゃったらやっぱりね、元に戻らない人もいるし、みたいな。死ぬ時は苦しんで死にたくないね。ね、一人ぼっちで死んだりとかさ、なんか苦しみながら死にたくない。老衰ぐらいな感じでいいよね。もう眠りながら死ぬみたいな、苦しまずに。最近配信を楽しんでる？楽しいから9年間やるんでしょ。何をおっしゃってますか？もう楽しくなかったら水商売に戻るわ、私。今まで通りの。速攻やめてるよね。楽しくなきゃこの朝7時に9年間できないよね、同じ時間帯に。そうしよう。いや、稼げるってことも楽しさになるんじゃないかな。自分がやってることに対しての対価をもらうって結構楽しいよね。そうだね、趣味みたいなもんでさ。自分がやりたいことが仕事になってるわけだから、なかなかそれって難しくない？今までの仕事を振り返ると、やりたくないことでお金を稼いでたもんね。はい、バイトとかもそうよ。コンビニのバイト、警備員とかもやったけどさ、オフィスワークもやったけど、大体嫌なんで仕事ってさ。楽しくないんだよ。楽しくない対価をもらってたみたいな、昔は。ただ今は自分の楽しいことをやりながら、その対価をもらってるから楽しいよね。そうでしょ？
みんな我慢しながら給料もらってんじゃん。ね、残業したくないなとか、出勤したくないなとかさ、仕事したくないなって思うじゃん。大体そうだと思うよ。まあ、楽しみながら仕事をしてる人もいると思うけどね。でもさ、そんな嫌な仕事でも、急にさ、仕事がなくなると何していいのかわかんなくなるんだよね。本当に。じゃあ、お休みしますとか退職しますってなったら、本当なんか自分がダメになっちゃいそうな感じになるんだよ。本当に。そう、何していいんだろう。今日は一日どうやって時間潰していいんだろうみたいなさ。もうすごい不安になるんだよね。家でずっと本読んでていいのみたいなさ。こんなにネットフリックスとか見てていいのみたいな。それで普通の人は一週間ぐらいでまた仕事を探し始めて働き始めんだよ。そこでニートになるかならないかの境目があるんだけどね。それが大丈夫な人はそのままニートになっちゃうんだけど。配信は転職だと思う。いや、私はね、ハリウッド女優だと思うんだよね。ハリウッド女優かスーパーモデル？私の転職って。ただ、もう年だし、挑戦できないかなって40だから。これが20代だったらハリウッドに行くよ。ハリウッドとか、ニューヨークとかに行って、ちょっと自分挑戦みたいなさ。英語話せるよ。I can do it.I can do it. スーザン・ボイルじゃないから。ねえ、スーパーサイズモデルじゃねえからな。今いるけどね、スーパーサイズモデルっているじゃん。めっちゃおデブちゃんのモデル。ね、ガリガリじゃなくて、ぽっちゃりとかおデブちゃんのさ、スーパーサイズモデルっているんだよ。